今日の YouTube の企画はスタッフのセルフスタイリングを紹介していこうと思います。ちょっと紹介する前にまずはちょっと、まあ、僕が誰かなっていうのが分かんないと思うんで、ちょっと自己紹介からしようかなと思います。ピークアブニューマン新宿店スタイリストの浅賀健人です。よろしくお願いします。で、今日スタイリングしてもらうのはこのうちの店舗ピークアブニューマン新宿店のちょっとスタッフのみんなにちょっとスタイリングを紹介してもらおうかなと思ってます。まあ、こうみんなのスタイリングとかも普段やっぱ僕は見る機会がないんで、まあ、ちょっと今日の企画はかなり楽しみにしてました、僕自身も。まあ、ちなみに僕の今日のスタイリングは、まあ、乾かしてワックスこうジュジュジュって揉み込んだ感じになってます。僕よりももっと可愛いかっこいいスタッフがいるんで、早速みんなにスタイリングしてもらおうかなって思ってます。どうぞ。アシスタントの澤田です。今日は僕のセルフスタイリングを紹介します。僕の髪はちょっとくせ毛で柔らかい感じ、いつもこれはドライヤーでバーッと乾かしてもう何もしてない状態になります。今日はこれを使っていきます。アリミの面のグリースです。グリースってどんなセット剤ですか？はい、ワックスとかジェルってよく聞くんですけど、はいはいはい、グリースってあんま聞かなくて、グリースはワックスより硬くてジェルよりは柔らかい、まあ、ジェルに近いようなツヤは出ます。だいたい僕こんぐらいで、しっかりと僕はこうなじませて、後ろから僕はつけるんですけど、襟足が長いので襟足はつけずにちょっと、ま、真ん中の後ろぐらいからバーッとつけていきます。でも全体的に適当につけて、襟足もしっかりとつけていきます。前髪をちょっと上げたいので、いつもどっちかにこう上げたいんですけど、上げるような感じでセットをしていきます。僕はワックスがつくと結構くせ毛が出てくるような髪質なので、もんで仕上げて癖を出していきます。ちょっと足りないなとか思ったところにもうちょっとグリースを足して、こんな感じでセットし終わりました。めっちゃ早いですねどうでしょう。いや、僕本当に直毛でもなくて癖毛すぎずっていう感じなので、本当にスタイリング剤バーってつけて完成っていう感じです。いつも澤田くんみたいにちょっと癖もありつつ直毛すぎない人はもしかしたらこの髪型が結構おすすめです、ね、おすすめかもしれないですね。ポイント的にこの襟足が長いので、前から見た時にこう見える感じに、こうやってここが見える感じに僕はいつもセットしていきます。ヘアスタイルオーダーするときはどんな感じに言えばオーダーするときは多分ウルフですね。ショートウルフっぽい感じです。おすすめです。ぜひやってみてください。ピークアブニューマン新宿店の前天野です。私はブリーチめっちゃしてるんですけど、ここがすごい広がりやすいんですけど、こう外羽みたいな感じでセットしたいんで、ちょっとめっちゃいいやり方あるんで教えます。まず最初にこの前髪とこのちょっと浮きやすいこのつむじのところと、あとはこの癖が出やすい襟足の部分とかにこう濡らして一旦乾かしてます。濡らしたらいつも使ってるオージャーのリペアリティつけて乾かします。ワンプッシュくらい、私はこの前髪にすごいこう生え癖がここにあって、こういう風にうねってるので、そこをブラシで引っ張りながら乾かします。その後につむじの浮きやすいところをしっかりこう押さえながら、押さえつけていって、耳後ろも押さえつけながら乾かします。外羽にしたいんで、こっち側からもこうブラシを入れて今から乾かしていきます。それでドライヤーは終わりになります。まずはさっきも言った通り、私はすごいここに癖があるんで、
まあドライヤーでも伸ばしていい感じにはなってるんですけど、またアイロンでもまっすぐにしていきます。これは今180度でやってます。1回で型がしっかりつくので何回もやんなくていいので時短です。こういう風に外羽にしたいんですけど、やっぱりこの辺とかがこのまっすぐな状態だと見えにくいので、自分が傾いて、そしたらこう全部毛が見えるじゃないですか。でそれをこういう感じでこう全部毛が見えてる状態に自分でして、これをこう一個ずつ挟んでいって外羽にしてます。シルエットとしては上をペタッとせずにちょっとふわっとしてここキュッて締まるみたいな感じで仕上げたいので、上だけ内巻きにしてあげます。後ろはここでまず分け取って、これを外に。そしたら、これも前と同様、表面のところはふわっとしたいので、このここだけ一目、こういう感じでアイロンは終わりになります。いつも使ってるのは N. のセージクローブの香りで、これを私は結構ブリーチしてて乾燥してるので、こうプッシュから6プッシュぐらいします。押さえたいところ、この襟足とこの耳後ろ、まあ、中の方からしっかり揉み込む感じでつけます。手に余ってるオイルで前髪につけていきます。ここから形を整えていきます。ブリーチしてる人とか、広がりやすい人、あとは私くらいのこう長さのレングスの方とかではちょっと参考になるんじゃないかなと思うので、皆さんぜひやってみてください。今日はどうでした？緊張しました。なかなかカメラの前で話すことがないので。どうでした？いや、僕も緊張したんですけど、でも楽しかったですね。はい、楽しかった。楽しかったです、はい、またやりましょう。はい、よろしくお願いします。ではセルフ動画とか見て、こう皆さんも参考になったらいいなって思います。それ何ですか？どんなんですか？気づかれましたね。気づきましたよ。気づきました。ここにありますもん。気づきました。ピークアブーのウェブアカデミーが開講します。どういう内容になってるの？動画でもういつでもどこでも好きな時間にウィッグで勉強したり、トレンドの髪型だったり、 AD の方たちに買って動画もあるので、盛りだくさんになってるので、ぜひ登録してみてください。今日はありがとうございました。また次の動画楽しみにしててください。バイバーイ。ありがとうございました。